ユッキーが教えるカズタマ運気予報。二十四節気でいうと生命虚空を迎えます。いよいよ4月、新しい年度のスタートですね。このように自然界に季節があるように、人の人生にも季節が存在します。それを運勢や運気と言います。春に種をまき、夏に開花し、秋に収穫し、冬に種を作るように、その季節に合わせて人の行動も変化します。しかし自然界の季節と違い、人生の季節は肌で感じることができません。そこで、カズタマを知るだけであなたの運気を示すことができるんです。また、あなたの季節が何なのか分かれば、今何をすべきなのか具体的な行動を示すことができるんです。ここまで聞くと、あなたが今どの季節なのか知りたくなりますよね。そこで、1ヶ月のカズタマ運気予報をお伝えしています。ご自身のカズタマをまだ知らない方は、概要欄に LINE 公式の URL を貼ってありますので、そこからあなたのお名前、生年月日、性別を送ってください。私の方で鑑定して、あなたの守護神とカズタマをお伝えしています。運気予報はご自身のカズタマの下一桁で見てください。カズタマが3、13、23、33、43、53の方は宿玉3玉となります。それでは宿玉3玉の方の今月の運気数から見ていきましょう。今月の運気数は5。これから外に向かって行動していく、そんな時期になりそうです。それでは今月の運気の前に今年の運気からお伝えします。宿玉3玉の方の2023年は実益の季節、そして今月4月は自立の季節となります。それでは自立の季節を詳しく見ていきましょう。心身ともに好調で元気がみなぎる時期になります。新しいことにチャレンジしたくなるなど、とにかく積極的に取り組む姿勢が現れます。よってこれまで改善できなかった問題点や改善点に取り組むと、良い方向へ進むことも。自立の季節は転居転職独立起業などと相性が良い時期なので、目標計画を行動に移すと良いでしょう。このように自立の季節は今まで頭で考えていたことをしっかりと行動に移していく、そうすると良いでしょう。それでは予報に行きます。占いでは旧暦を活用しているので、4月の運気は4月5日から5月の5日まで。中でも月の運気と日の運気が重なるダブルデーは4月の8、18、28、特にこの3日間はやる気、勇気、活力がみなぎり、何かを始めたくなる、そんな日になるでしょう。新しいチャレンジを始めてみても良いかもしれませんね。それでは自立の季節の良い傾向、悪い傾向をお伝えします。良い傾向に行くと、独立心が強くなり、挑戦欲が増すでしょう。しかし悪い傾向に行くと、妥協ができず攻撃的になりがちになるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、自立心が高まり、単独で動きたくなる、そんな時期になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、単独行動が過ぎると協調性がなくなるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、自身が望む転勤転職のチャンスに恵まれるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、独立心の高さから退職するケースが多いので注意しましょう。このように運気予報をチェックすることで、毎月の行動の指針にしていきましょう。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。あなたの人生の季節を知ることで、あなたが望むべき未来をどのようにして手に入れるのか、具体的な行動を示すことができます。カズタマ運気予報は毎月アップしていきますので、人生の参考にしてくださいね。そしてこのカズタマ運気予報は人生の季節で分かることのほんの一部。仕事運、恋愛運、金運、健康運、全体運などもっと詳しく知りたい方は、このような冊子もご準備しております。詳しくは LINE 公式でお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、いいねボタン、コメントお待ちしております。